はいどうも、つるちゃんでございます。えー、今日は7月の20日土曜日ですね。皆様いかがお過ごしでございましょうか。えー、今日からですね、えー、こちら、肝心の本尊賞ですね。えー、私もですね、明日からですね、えー、級試験の勉強会が始まりますということで、今日は吉宗が寺、こちらをやっていこうと思います。 今日は背景と体ですね。肝心の本尊章の背景と体をやっていこうと思います。本章の背景と体ですね。まず背景ですね。肝心の本尊章は、文永10年1273年4月25日、日蓮大聖人が52歳の時、 佐渡流罪中に一の沢で後述作になり相撲佐の国葛飾郡八幡の小若宮ですねの門下、えー、時常人に宛てて送られた御書である文永八年1271年9月12日の龍の口の法難では 一連大聖人を斬首しようとする権力者の企ては打ち砕かれたが処分が定まらず大聖人はしばらく越の本間六郎左衛門の城重貫の館にとどめ置かれたこの法難では鎌倉を中心に門下にも厳しい弾圧が行われ多くの弟子たちが退転したと。 その後、流罪が決定し、大聖人は同年10月10日に越地を出発し、佐渡に向かわれたと。佐渡で過ごされた約2年半の間、劣悪な環境の中で、移植も不足する不自由な生活を強いられたと。それだけではなく、たびたび命を狙われるという厳しい状況でもあった。 本章とほぼ同時期に表された、見物未来期には、今年、今月においても、万が一にも、助かることができないと思われる神妙である、と述べられていると。このような危機的な状況が続く中で、大聖人は佐渡到着直後から執筆に取り組まれていた、開目章を運営9年、 1272年2月に非常勤後に託して、厳しい迫害に耐えて信仰を続けている門下一同に与え励まされたと。この翌年に執筆されたのが、漢人の本尊書であると。両章は佐渡で表された御書の中でも、最重要の書である。 開目章は日蓮大聖人が法華経に予言された通りに実,あ実施された、末法ぽうのあ実践ですね、失礼しました。日蓮大聖人が法華経に予言された通りに実践された、末法の法華経の行者であり、末法の主情を救う、趣旨心の三徳を備えられた、末法のご本物であることを明かしていると。 会見の書でしたね、確かね。確かこれに対して肝心の本尊書は、末法の主張が成仏のために、樹示すべき南明、法蓮華経の御本尊について解き明かしていると。これは法改見の書ですね。続いて、構成ですね。肝心の本尊書の内容は、横断横断第1。 1一年3000の天居を示すでは、1年3000の文章を示されていると。はじめに、まかし館第5巻の上ですね、の門が掲げられ、1年3000の天居を示される。と。そして、まかし館に説かれる1年3000こそが、天台大師、一義の 究極最高の教えであることを示される。続いて、一年三千が、右上と非常にわたることを明かされ、木造、絵像を本尊とすることも、一年三千の訪問で、草木に色心の因果,があ因果を認め、草木成仏が解かれ、初めて成り立つことを、えー、示されている。横断の第二、 肝心を明かすでは、肝心の本尊のうち、肝心について明かされていると。まず、肝心とは、個心、自己の心、生命に実界が備わることを主張が感じることであると示し、末法の凡夫である私たちの生命に実界が備わっていることを、順々と教えられていくと。そして、結論として、 末法において肝心は本門の本尊を信じて南妙法蓮華経と唱えるという唱えるという本尊の樹時によって、えー、成就するという樹時即肝心の訪問が明かされていると横断の第に本尊を明かすでは末法の私たちが樹脂すべき本尊について 明かされているまず釈尊の一代十四年間に解かれた諸教の本尊を挙げられ法華経本門の教主である久遠の釈尊が最も優れていることを示すとそして法華経本門受領文では久遠の釈尊の回国土がこりに備わる回 三諸法がすべて示されることが明かされると。その十要な人は、の苦音の釈尊をも生まれた南明法蓮華経であり、この本門の藩人である南明法蓮華経が、八方の主張が重に、信、え、摯、ー、すべき本門の本尊であることが明かされると。このの本尊の姿は 南明法蓮華経を中心とするもので、受領本が解かれている説法の場の様相で示されることを明かされていると。続いて、53段、釈尊の教えを50にわたって、序文、召集文、流通文の3段に分け、仏が解こうとした最も根本の教えを明かしたものを解き、 の釈尊をも生み出した仏ュである南明法蓮華経こそが末法の凡夫にとって下手薬を備え成仏を可能にする本尊であることを示されているとこの後下手の方である南明法蓮華経を誰がいつ広めるかについて要点だけ簡潔に明かされるとまずこの末法下手の方の愚図を託されたのは 上行菩薩をはじめとする自由の菩薩であることを確認し、その自由の菩薩が末法のはじめに出現することを明,かし明らかにされると。そして、末法は方々十万の悪セであるから、そこでの愚痢は逆円であり、不経菩薩の実践に倣って行うべきであることが明かされると、示されると。最後に シャクソンの未来記、予言や伝行大師の言葉を挙げ、次回本逆難と、再会新筆難、立証暗黒論で、えー、指摘された他国新筆を、より具体的に西の海からですね、再会からの猛虎の外圧として捉えたものが起こっている。 本性執筆の当時こそ自由の菩薩が出現して本門の本尊を表す時であると述べ一連大聖人こそがまさにこの自由の菩薩の振る舞いをされていることを示されると横断の第三総決では本性の結論が示されるすなわち成仏の根本法である一年三千を知らない末法の主張に対して仏 クンの釈尊が大慈悲を起こしてこの一年三千の玉を妙法五字に包み自由の菩薩を使いとして末法の未熟な凡夫の首にかけさせるのであると述べられているこの御問について私たちは御本仏一年代聖人が大慈悲を起こして 南明法蓮華教のご本尊をお図見されて、末法の一切主張に真珠させてくださると拝するのであると。ということですね。続いて、大号ですね。漢人の本尊章は略称であり、正式な大号は如来滅後 五の五百歳にはじむ漢字の本尊書であるとこの五問です、ね、あ失礼この大号は如来滅後五の五百歳にはじむ漢字の本尊書と読み下しこの大号に字王貴法の詩義が具足しているとするとすなわち如来滅後五の五百歳とは上行菩薩がこの世に出現する時を明かしているので 時というですね、にあたり、はじむとは、上行菩薩が初めて広める義を明かしているので、王にあたり、勧進とは、門弟下手仏法に縁のある末法の主情の勧進を明かしているので、紀、既婚の紀ですね、にあたり、本尊とは、末法の主情が拝する 本門の本尊を明かしているので、法にあたると。従って、大、え、号、ー、の願意は、末法の初めに上行菩薩、すなわち、末法のご本仏、日蓮大聖人が初めて愚通され、一切衆生が信じる対象となる本門の本尊を明かされた御庄と廃せるのであると。 肝心の本尊とは、しての本尊との字を入れて読むのはですね肝心の本尊とのの字を入れて読むのは未然、ね、言郷、法華経、釈文そして法華経本門の門上に説かれる競争の本尊と区別する意味があるとなぜなら大聖人が受験されるご本尊は 大聖人ご自身の勧進、すなわち大聖人がご自身の凡夫の身の古心に成就された一年三千、字の一年三千を、末法の主上の修行における明教、鏡ですね、として表された本尊であり、教門上の仏や菩薩を本尊とする、競争の本尊ではないからであると。 ですね、池田先生の講義から、えー、世界を照らす太陽の仏法ですね2017年9月号大脈連獄より「日蓮大聖人の仏法は民衆一人一人が宿命を転換する内なる力と知恵を呼び覚ます人間革命の宗教です」民衆一人一人が強く賢くなり嵐に揺るがぬ 王となる宗教です民衆一人一人が尊国の灯台として輝き無限の可能性を開花させる宗教です民衆一人一人がご本尊を受理し事業桁の題目を唱えることによって自他共の幸福を勝ち広げていけるのですとこの人間の宗教から廃するならばご本尊はどこまでも 万人に開かれた民衆のためのご本尊です一切衆生の幸福を実現する人間のためのご本尊ですそして世界の平和を祈る誓願のためのご本尊です戸田先生は第二代会長就任式で列列と支縮されました今日の光線ルフとは使命に立ち上がった一人一人が国中の一人一人を釈放し みんなにご本尊様を保たせることであり、それは一対一の膝詰めの対話によって成し遂げられると。その後も先生は東洋皇府、さらに世界交付の大革新の上から訴えられていました。今は本尊留フの時が来ており、ご本尊様の大苦読は 真中の太陽のごとく輝いている時である一人の生命が尊厳であるからこそ、一人また一人とご本尊を授示させるのですと。誰一人差別していい存在はいないと。皆尊い使命を持って生まれてきましたと。ご本尊の栗木は平等です。 仲介者もいりません。大事なことは、信心です。肝心の本尊とは、信心の本尊なのですと。一人一人が自身の境界を開き、自身の生命の宝刀を最高に輝かせゆくために、ご本尊様があるのです。日刊商人様が、我らこのご本尊を樹持し、南明法蓮華経と唱え立てまつれば、 我が身すなわち一年三千の本尊連祖承人なりと示されたようにご本尊を抱きしめ戦い抜いた人は尊厳なる自分自身を築き上げることができるのですということですねはいということで次回から本文に入っていこうと思います、えー、今日の動画は以上で締めくってみたいと思います 引き続きチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。水分補給忘れずに。